どうもカサゴです。ともです。やさげです。つねです。ゆうちです。にいです。よしみです。さあ今日なんですけども、ちょっと短めの動画にはなるんですが、チームカサゴオフ会のチケット発売日が決定しました。そうなんですよ。でも以前生配信させていただいてですね、日時や場所の方は皆さんにお伝えさせていただいたと思うんですけども、ちょっと改めましてお伝えさせてください。チームカサゴオフ会4月2日の火曜日ですね、場所が大阪は森の宮ピロティホールでございます。キャパがなんと1000人、すごい、約1000人というキャパでございます。そして当日ですね、4月2日火曜日、会場が17時30分でございます。これちなみになんですけども、17時30分会場予定なんですが、ちょっとリハーサルとかの兼ね合いでひょっとしたら早まるかもしれませんけども、基本的には17時30分会場となっております。そして開演がいつも我々が動画を出している時間ですね、18時開演となっておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてチケットの料金なんですが、これいつも同じだと思うんですが、会場のチケットは3900円、カジサックの3900円となっております。そしてなんと今回も配信させていただきます。ありがとうございます。はい、こちらの配信チケットもですね、カジサックをちょっとかけまして、1390円となっておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、じゃあいつ発売かと言いますと、なんと明日です。明日2月22日木曜日、朝11時から開始とさせていただきます。こちらが先行販売ですね。先行販売が明日の2月22日木曜日朝11時から開始。そして2月26日月曜日の朝11時で終了とさせていただきます。こちらは先行販売でございます。ちなみにね、もしも約1000人以上の方々にこう申し込まれた場合ですね、抽選とさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、そして当落発表の方はですね、もしも抽選となった場合、2月28日水曜日18時に発表いたしますので、よろしくお願いいたします。そして一般発売なんですが、3月3日日曜日朝10時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあというわけで、いよいよですね、来ましたね。なんかもうあっという間じゃない？やっという間ですよ。もう2023年の年末に動画出しましたけども、みんなでバーベキュー忘年会って言ってね、まあ吉富がなんか名古屋の祭りの審査員でこれなかった、そうでしたね、これなかった時なんですけども、あの時に言ったやんか、2024年はオフ会絶対やるぞって言って、あれからもうね、撮影してからは要は5ヶ月ぐらい早いなでっていうところなんですけど、あっという間ですけど、あっという間、皆様今回のオフ会もなかなかのこの内容となっておりますので、そうですね、はい、まあ以前はですね、ちょっとコロナ禍っていうこともあり浅草でやったじゃないですか。本当はやりたかったことがあったんですよね。ああ、そうなんですよ。まあ何かっていうと、こうお客様と来てくださったお客様と絡むっていうちょっとゲームコーナーみたいなのをしたかったんですけど、前回それはちょっとコロナ禍の影響でできなかった。今年はできますからね。そうですよね、もう制限ないですからね。そして恒例のカンちゃんもダンスさせていただきます。すごいな。もちろん坊主乙女、坊主音もありますし、そして今回もなんとこれまたすごいんですよ。あんまり言い過ぎるとあれなんですけど、なかなかのシークレットゲストが来ます。すごい。大阪でみたいな。大阪でこれヒントになるのみたいな。ぶっちゃけ、いや、でもこれ期待していいですよね。これはね、もうあなた知ってるもんね。はい、僕は知ってますから。これ順位以外知ってるもんね。そうそう。なんでそれは教えて。順位以外にはみんな知ってたの。いや、俺もなんか一緒に合わせて乗ってましたけど、誰なんだろうってなってました。みんな知ってんだ。お前が痛風の治療してる間みんなに伝える。なんで教えてください。それはお願いします。なかなかのね方がちょっと来てくださるということなので、お楽しみでございます。そしてもう一個、これはちょっと伝えときたいな、あえても伝えたいなと思います。一つちょっと新しい試みとして、なんとせんちゃん一人でピアノ弾きます。いやー、これはもう絶対生で見てほしい。この森の宮ピロティホールっていうのがまたちょっとそのピアノにも向いてるというか、結構こう音楽のイベントとかも多くされてて、そういうクラシックなコンサートとかもするような場所なんですよ。だからピアノもあんねん。もうね、でっけえやつ。筋一人で。これはぜひ生で見てほしい。ちなみに弾く曲ももう決めてまして、もう今せんちゃん絶賛練習中で、私開作もう3回泣いてます。泣くよね、それは。泣くよ、泣いちゃう。そりゃそうだよ。パパなんで泣いてるの。これはちょっとぜひね、皆様お楽しみにということで、とにかくちょっと内容盛りだくさんとなっておりますので、お楽しみにでございます。もう一度皆様お伝えさせてください。開催日時はですね、4月2日火曜日、場所が杜の宮ピロティホール、会場が17時30分予定、開演が18時となっております。そして料金の方がチケット3900円、配信チケットの方は1390円でございます。チケットの発売は明日ですね、2月22日木曜日朝11時から開始、2月26日月曜日朝11時で終了。もしも1000人以上の方々に応募された場合は抽選とさせていただきまして、2月28日水曜日18時に発表させていただきます。一般発売は3月3日日曜日朝10時からでございますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。あ、そうだ、最後にこのオフ会の前説も今回また彼らにやってもらう。そうですね、非常に楽しい。まあここからバリバリね、ちょっとまた準備して。そうですね、トンボがまた顔変わるから、ああもう頑張りますよ。ここはもうこうなったら。あ、そういうことか。そうですよ。俺整形してる。整形するか、お前。これ以上どこすんねん。ほんまやで。合ってないです。顔のことに関してはわけわからん。もう何がさしてもね、怒んないしね。もうわけわかんない。マジで今真逆やから。めっちゃいじられてて。あ、いじられてたんですね。もうやるとこないわって。あ、そうかそうか。やってねえし、やるとこだらけだわって言ってほしかった。やるとこだらけだわも合ってんのか。確かに言うとシンプルなんでだよね。よかったじゃん。そうだよな。ごめん、ちょっと俺の思いも出た。思い出過ぎだろそれ。失礼いたしました。とにかくちょっと準備してね、やっていこうかなと思ってますし、まあ先にお伝えしておきますと、おそらく今回のこのオフ会、まあいつも通りなんですが、密着動画も撮ろうかなと思ってますので、そちらの方もまだまあ先ですけどもね、とにかくみんなね、どう意気込み的な、じゃあちょっともらおうか。確かに。どうですか。じゃあ常、僕から一個ちょっとね、ちょっと伝え忘れてたのかもしれないですけど、僕の常の突っ張り大相撲っていうプログラムが今回あるんですよね。はい、ちょっと伝えてなかった。オッケー、ほんまにやろう。やりましょう。1時間20分。視聴者さんを1人ずつアメリカへぶっ飛ばすっていう。アメリカの方角へ。ちょっとおもろそうやんそれ。ロビーでやりましょう。じゃあロビーでやる。っていうか、なんで俺常から振ったんや。確かに。失敗してしまった。両サイドがちょっとね、ややこしいからね。ややこしなって。常ごめん。もう一回行くわ。これもやっときます。リュウジから行こう。リュウジからや。もういつも見てくださってる視聴者さんと直接交流できるのが本当に楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。じゃあ純ちゃん、はい、僕はもう初めてのオフ会なので、もう全力で楽しみたくて、で皆さんとも一生懸命一緒に楽しみたいなと思っております。よろしくお願いします。もしかしてなんだけど、はい、トークイップス入ってる。トークイップス入ってるかも。イップス出ちゃった。頑張ってね。はい、頑張ります。はい、じゃあ安田行こうか。はい、まあ関西での。そうね、これねオフ会ということで、まあある意味カジサックもね凱旋的な要素もあり、そうね、はい、ちょっと普段ね東京には行けないよって方ともお会いできることになると思うので、すごく楽しみにしております。何卒よろしくお願いします。まあぶっちゃけ毎回やけど、オフ会の時の安武って実は安定感抜群、安定感ありますよ。楽しい。俺は結構こう言うてもさ、一人でガーやらなあかんからちょっとグンってスイッチ入れんねんけど、で俯瞰でパーって見た時にやっぱり浮き足立つやん。そりゃそうですよ。あんだけのお客様の前で安武ってね浮き足立たないのよ。これはやっぱり安武ですよ。これね裏回しまた今回も頑張っていただきたい。よろしくお願いします。いつも通りやらせていただきます。じゃあとんちゃん、いや本当にですね、こうやって視聴者さんと会える機会っていうのは大切にしたいですしですね、今回4月2日っていうのはちょっと言ってなかったんですけれども、私のおかんの誕生日なんですよ。よっちゃん、よっちゃん、これじゃあちょっとシークレットゲストもう一人増えてる。いいよっちゃんのパン食い競争。かわいい、めっちゃかわいい。ヒロティホール広いから大丈夫だもん。みんなの前でパン食わすな。パン食わすなってどういうことや。食わさすな。高い高い。めっちゃ高くて。ちゃんと設定しろ。高い。なんで高いとこにやってんだよ。おかんも飛んでみるな一回。わかるやろ高さで。やめてください。でもそうで、すごいね。大阪っていうことで、愛知県から距離も近いんで見に行きたいって言ってるんですよ。そうだからオフ会来るの初めてなんで。うわー、そうなんですよ。そういった意味でもじゃあ抽選頑張ってもらって。大丈夫です大丈夫です。外れても一般が3月3日から一回外れてもお前大丈夫なんで、ぜひ抽選。そうか、おかん頑張れよ。かわいい、当たれって言ってる。すごい。でも来てくれんのや。そうわ、嬉しい。だったらさ、マジで舞台立ってよ。じゃあどういうか緊張しちゃうよ。え、無理だ、緊張しちゃうよ、あんなの。無理無理無理。即興でピアノ弾いてもらおう。かわいいな。なんでだよ、そんなことさすんじゃねえよ。それが前説出てきて、一番最初出てきて帰れ全員に。カウカウさんじゃねえんだから。めちゃくちゃウケんじゃないですか。めちゃくちゃウケ。一人で出てきた。なんでそんなひどいこと言わすんだよ。可愛いのよ、ほんとに。可愛い。まあちょっとまあいろいろ考えて、ぜひぜひそこはもちろんご招待ありがとうございます。させていただきますと思いますんでね、よろしくお願いします。なので皆さんに楽しみにしております。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ吉富行こうか。はい。まあ視聴者の皆さんに会える数少ない機会ですので、まあちょっとあの日から僕20キロぐらい太っちゃったんですけど、ちょっとその4月2日までに15キロぐらいちょっと痩せようかな。ごめんなさい。あの日っていうのは？あの日っていうのは幕張のイベントの時ですね。え？お前幕張のイベントの時から20キロ太ってんの？20キロ実は太ってたんですけども、今度のイベントやっぱ美しい姿で会いたいということで15キロぐらい痩せようかなと思ってます。どこの部分がボケなん？そうそう、数字すいませんね。20キロ太ってて15キロ痩せようという5キロ太っとるやないかいみたいな、分かりづらいボケ。どういうことどういうこと？まだ分かんないけど仕上げていくよって言ってんのに。あの日よりも5キロ太っとるやないかい、もうあと5キロ頑張らんかいって。いやでも15キロがだいぶすごいから、それってボケにはなってないじゃないですか。そうそうそう。どうしたの？もう浮き足立ってる。やばいっすね。20キロも太ってないよ。まあそうっすね。そうっすねじゃない。一番面白かった。なんか言わないといけない。今一番面白かった。そうですね、そうですね。面白い、お笑いと面白いよ、ほんまに。さあじゃあ常。はい、森の宮ピロティホールということで、その日の僕の名前は常道ピロティで行きたいと思います。もともとそのヒロシってご存知ないからちょっとかかってるのも、彼本名ヒロシっていう、それにピロティ行きといと思います。行きといと行きといと思います。行きといとじゃないよ。よろしくお願いします。お願いいたします。そうだ、これはちょっとはっきり言っとかんとね。まあ言ったとは思うんですが、なんと今回もね、常の家族も来てくれるんでね、よろしくお願いします。もうぶっちゃけた話、4月2日ですから、引っ越し終わってますからね。そうですよね。大阪に住んでる状態で、まあでもやっぱり新生活始まったところなのにもかかわらず、常嫁がぜひオフ会出させてくださいってね言ってくださって、子供たちもね本当にありがとうね。よろしくお願いします。当日止めてな、全員な。それはすいません、ちょっとはいすいません。間違えたね。普通に断っちゃった。なんだ。ごめんなさい。逆だったね。止まるよな、な全員。いや泊まりたいよ。俺寝室のベッドでよ。なんでや。俺寝室のもう一個のベッドで。そこメインで僕らが寝るとこでしょ。だいたいゲストルームとかになるでしょ。ピロティですよろしく。俺隣の家でいいわ。どうぞ。関係ないもん別に一人で怒られるだけだ。ヒロシとかけないんだったらピロティって言わずにピロティって言った方がいいで。失礼しました。はい、ちょっと今後お笑い勉強していきたいと思います。ごめんなさい、この動画後半いらないですよ。タジサックの2回目のおさらいまでで OK ですよ。イベントを盛り上げるために意気込み聞いていってんけど、なんか下がっていっちゃった。裏目ってますね。このやり取りよりも絶対に当日面白い。頑張ります。頑張ります。明日チケット発売なんでぜひよろしくお願いいたします。お願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。